こんばんは、ゴルフプロの三谷です。今回は距離をいかに出すか、これを皆さんに伝授しようと思います。皆さん距離を本当に気にしてます。どうやったら遠くへ飛びますかね、ボールは飛ばないんですけど、こんな悩みはですね、毎日のようにもうたくさん、ほとんどの人からですね、されます。ですから、まあ、悩みをぶつけて、くれてます。なのでそれをいかに解決できるか、これが私の今日の課題です。では、早速いきたいと思います。まずはチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では今日は7番アイアンで、7番アイアン、これでやります。でよく7番アイアンでどれぐらい飛べば良いですかとか、ね、どれぐらい飛ぶのが普通ですかとか、まあ、こういう悩みが結構やっぱり多いんですね。そんな中で、今日はこういう打ち方、距離が出る打ち方がありますので、あんまりこう小手先のことは皆さんにいろいろやってもらうともうこんがらがってしまうこともあるので、あとはやっぱりこう本質的なことをしっかり覚えてほしいので、あまり言わないんですが、今日はもうまさに小手先のことになります。まあ小手先といっても本当に基本通り、もう極端に難しいことをやるというか、いうことではありませんので、そこは安心してください。最後までしっかり見て、ボールの飛びも少し見えると思いますので、それを見ながら、あ、こういうふうに飛べばいいんだなっていうのは分かっていけばいいかなと思います。では早速いきたいと思いますが、結論から言いますと、やはりドローボールを打ってほしいんですね。少しドロー極端なドローボールじゃなくて、まあ、ドロー気味のボールでいいと思います。少し、右打ちの人であれば、左に曲がっていくボールをドローボールと言いますので、それを打ちます。じゃあどう打っていくかということなんですが、打ち方は非常にシンプルで、クラブを握った時に少しだけフェースが左向きにクローズドフェース、閉じた状態で打っていくということです。でボールが左に曲がりますので、その分少しターゲットよりも右に方向を取ってあげるということ、これが非常に大事になります。そうしないと曲がっていった時に思ったところに行かないということになってしまいますので、この方向をいかに取るかということが重要になりますので、では早速やってみたいと思います。フェースを少し左に向けて、でこの打席に対してまっすぐのところにボールを打ちたいので、少しスタンスを右に向けます。ボールの位置は真ん中でいいです。真ん中、特別変える必要はありません。で、スイングも最後まで振り抜いてください。途中で止めることなく振り抜きます。一回やってみます。構えて、フェースは左向けてますよ。で、このまま基本通りのスイングをします。そうすると、緩やかに左に曲がっていくボールになりました。まあ、こんな風に、ボールをしっかりと前に飛ばして、距離を出すには、少しドロー気味のボールが有効です。で、これは、クラブフェースが閉じるときにロフトが立つんですね。ですから少しボールを前に打ち抜くような感じになりますので、これで飛距離が出せます。その代わり今みたいにしっかり最後まで振り抜いてあげないと、それが思うような距離が出なかったりキャリーが出なかったり、ミスになってしまう可能性もありますので、これはぜひやると決めた以上最後までしっかり振り抜くということは忘れないでやってみてください。ではもう一度やってみます。フェースは左に向けて、人によっては9時3時の肩から肩ぐらいの振りの幅、だいたい3クォーターぐらいのスイングになることも多いので、それもちょっとやってみましょうか。構えて、こんな感じです。少し低く飛んでいくような感じになったわけですが、これで打つこともできます。ただ、少しスイングをコントロールすると、それはそれで打ちにくいっていう人もいますので、まあ、僕が思うには最後までしっかり振り抜いた方がいいと思います。ですから、少しあまり解説しなかったですね、さっきね。もう一度、もう一回肩から肩やってみましょうか。フェースは左に向けて、スタンスは右に向けて、で、スリークォーターぐらいですね。こんな感じです。そうすると、ずっとちょっと低めな感じで曲がっていくということです。で、調節するのは、もうあまり難しいこと考えたくない。まあ、曲げてる時点でちょっとね、小細工っていうとね、あれですけど、してるような感じになるわけですが、まあ、ある程度振り抜いた方がいいです。構えて、最後まで振り抜きます。これの方がきっちり、ボールが、まあ、スーッと前に飛んでいくような、そういう雰囲気になりますので、あとはどれぐらい曲がるかっていうのを見極めてください。その打った後の自然条件、風の条件によっても変わったりしますから、それも大いにありますので、まあ、例えば今日は結構向かい風が強いんですね。ですから一回曲がり始めるとたくさん曲がってしまうので、まあ、こういう風が向かい風の時ほど距離を出したいと思う人は多いので、まあ、これはこれでいいかなと思いますけど、曲がりは結構強く出ますので、まあ、ですから、まあ、さっきよりももうちょっと極端に右向いてもいいのかな。で、このまま打ってあげると
このぐーっと、まあ、これでちょうどよくまっすぐ行ったような感じになりましたので、この曲がり具合というのは、まあ、風とかもそうですし、フェースがどれぐらい左に向くか、あんまり最初はやりすぎると打ちにくくなってしまうかもしれませんので、少しちょっとやるぐらいのところから始めていただいた方がいいと思いますけど、それでボールは、ドロー気味のドローをするような感じになりますよ。構えてボールは真ん中、フェースは左に向けます。そしてしっかり振り抜いてあげることによって、ドロー、してある程度距離を出すことができますよ。ですから、距離を出したい、同じ番手、まあ、番手もクラブによって同じ7番アイアンでもロフト違いますけどね、人と比べるものではありませんが、まあ、それでも7番アイアンでどれぐらい飛べばいいかっていう、まあ、そういう悩みというか、質問というか疑問というか、まあ、そういうのはあると思いますから、いかにそれを、ね、しっかり距離を出せるかっていうのは、まあ、気にしているところなのかな。なので頑張ってこういうショットを覚えていただければ、あ、しっかり距離が出るよというふうになりますので、頑張ってそこはやってみてください。では皆さん、このショットぜひコースのラウンドに生かして、もうここだけでうまくいくショットではありませんかね、コースで生かせるようなそういうショットになってほしいので、頑張って練習してみてください。では皆さん頑張ってください。さよなら。